リガルダムデジュンです。今回はね、クイーンワクズステファニーベース SG トリステラというわけでね、日本クランとの対戦です。最近ちょっとね、結構やってるんですけど、ステファニーカップの大会がね、予選が進んでおりました。グループのベスト4かなってところまで勝ち上がってきたところで、ついに日本クラン強豪との対戦です。で、今回はね、今まで5分30だったんですけど、5分45の対戦になってます。ここから時間制の、まあ、いつも通りの対戦に戻っていく形ですね。というわけで、早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。ヒロヤさんから SG トリステラ側の先行ですね。まあ、クイーンウォーカーズカップとかでもね、SG トリステラ結構活躍をしてたので、まあ見てた方々は知ってるんじゃないかなっていうところなんですけど、まずはトツビズ、ボムターを壊すことでボムターの真上に落とすことができるというね。結構ボムターによってトツビズを対策してるんですけど、みたいな配置に対してボムターを壊すことでね、まあ対策してもしてたところをね、なんかボムターだけで対策してたところを、普通に突破しちゃうというね、そういうテクニックですね。さあ、しっかり援軍潰しつつ、タウンホールプラスシングルインフェルノまで追っていきます。援軍を出してクイーンで勝利をしていきつつ、スニゴブサイドカット、逆サイド、ちょっとスニゴブじゃないや、絶対がこっちだ。充電器の調子が悪すぎる。ちょっとすごいね、スーパーウィザード一生壁殴ってる。さあ、アイゴレキング追加して陸王伝型で進めていきます。ジャンプも1枚入ってますねってところで、どう使ってくるでしょうか。さあ、スニーガブでしっかりサイドをカットしていきつつ、さあジャンプは打たず、ロイヤルチャンピオンもここで追加、ストライカーも追加してジャンプ打ってたんですけども、先に穴が開いて外へ流れていってしまいました。フィストも使って、ただキングにね使えるようなタイミングでのドームを使ってったので、まあ全ヒーローにドームかかって強いですね。さあ、裏からラバル、投石機2個をね残すような形で陸王伝進めているんですが、どうでしょうか。さあ、テスラモリ当たりつつ、フリーズが4枚かな、フリーズ4枚全部投石に打っていくような形で、ウォーデン使えませんからね、一生フリーズを投石機に、まあバルーンはどんどん落ち始めてはいるんですけど、リクパートまだ伸びきって、さあ最後のフリーズも投石に打っていって、さあぐるぐる回ってきたらアバルが回収していってフィニッシュと、強い。さあクローク使って時短もしつつ、最終的にはウォーデンとバルーンが合流してのフィニッシュと、うまいね。ジャンプで貫通させるみたいなね、そういうイメージでしたかね。バーサス。さあ続けて後攻クイーンウォーカーズからスタドラ、いつも通りスパドラですね。配置作り人。さあスニゴブカットからのクイーン展開。さあ逆サイドはスーパードラゴン単体で置いていき、この辺がね隣接で施設を置いてあるので一緒にダメージも入ります。さあここで初手トーム、ボマー巻き込んで初手トームかまして、レイジレイジと、タウンホールの方に向かいすぎないような配分がいいんですが、ちょっとキングに釣られてタウンホールに向かいそう。逆サイドはボマーと1体のスーパードラゴンですね。タウンホール起動していきまして、ここは一瞬で処理はできますが、ポイズンに結構つかりそう。さあ赤爆連打、ちょっとエアスイーパーのおかげで避暑地に逃げていきましたね。さあ逆サイドから来たボマー部隊がレイジに乗ってシングルインフェルノを突破してくれつつ、エアスイによって避けてったスーパードラゴンがここで合流して、クイーン処理、エアスイの方も流れてきたやつらが仕事してくれそうですね。強っ。ストライカーからのロイヤルチャンピオン、フリーズまでロイちゃんに打つことで、これはクイーンのクロークを残しに行くような形で使ってきましたね。さあフィストここで使っていって、まだレイジがあったのでそれをロイヤルチャンピオンに使っていく。さあフリーズ1枚でここからどこまでいけるかというところなんですけど、リクスケが結構めんどくさいですね。キングが捕まったリクスケルトン、これ役が全回収してくれました。さあウォーデンが投石機に対してダメージを入れていくんですが、さあブーメラン、フリーズ一発でこれは押し切れそうかな。さあこれ HP ウォーデンとブーメランが入ってるので一発で折り切っていきつつ、ガーゴイルを大砲に打って巨爆で死にますが、クイーンクロック残ってるのでこれは押してってフィニッシュになりそうですね。結構ね
ダウン側に逸れてはしまって左側が薄くなっちゃったんですけど、薄くなった分で後から合流できたりとか、まあ、壁殴ったクイーンも最後までこうやってブロックを残して回すことで残った施設を回収できると。スーパードラゴンっていうね戦術自体がね足が速いので間に合いましたね最後まで。さあお互い全開スタート。さあ続けてホロヤ、これあれなんですよね、まあ、クイーンウォーカーズカップでも話したと思うんですけど、海外の選手と日本人がねミックスで入ってるクランなんですよね。今回はどういう比率だったかな、3-2だったかな、誰いたかな、ヒロヤさんとサハラさんとペットとトロヤと、もう一人外人だった気がするな。結構ねサブメンバーも5つで、まあ、固定メンバー確定ってわけではなくてね、メンバー交代もしつつやってるクランなので、クイーンウォーカーズカップでも何度かメンバーチェンジとかしつつね挑んでましたね。さあアイスゴーレムを盾にスーパーボーラー使っていって、アイゴレを追いアイゴレしてますね。さあバルーンも追加していきつつキングをボコボコに、さあイーグル食らいますがしっかりヒーラーかかってるのでダメージはそんなに受けることなく、ウッドランチャー追加で、アイゴレが前衛としてね働いてくれてるので巨大爆弾の解除やってくれてますね。ウッドランチャーで道を作りつつキングも逆サイドの巨爆を解除。さあフィストで走っていってなんか前を通り抜けていきましたね。さあここでイートーム、さあヒーラーもしっかりスイッチしてキングにもトームがかかってるのでもう少し伸びていきそう。さあロイヤルチャンピオンをスーパーウォールブレーカーを縦に投げていきました。レイジ2枚とジャンプ1枚、これかなり貫通できてますね。さあフリーズもかけていきつつ、さあレイジに乗って最終区画へフリーズかけてジャンプは右サイドへかけていくことで、こちら投石の方もケアしていきつつ一瞬でタウンホールを撃破。さあスーパーボーラー振り返りざまにスーパーボーラー一戦。さあレイジをかけてアイゴレ、なんでこれ最初のアイゴレ、これあれの中からかな、ウッドランチャーの中から来たのかなこれ。さすがにね最初のアイゴレは弾け飛んでるよね。さあスーパーボーラーがねこんだけ全部残ってんじゃない、今の段階ではこれは強いな、まあ、結構ねレジェンドリーグでも見るようなタイプの配置だったと思うので取り方自体は分かってたと思うんですけど、綺麗な形でしたね。スーパーボーラーがもうほぼほぼ全て死なないような誘導ができてて、ガーサス。さあこれで3本連続全開というような状況ですね。さあ相手の防衛がスタナというわけでやはり外国の方でしたね。さあガク、ディガ、ホグと、タウンホールの方結構緩めの火力になってるのでそこに対して入れていくって形になりそうですね。さあノーカットで5時右側、左側っていうべきかな、6時の右側をねしっかり綺麗にサイドカットして7時方面へ誘導していく前ですね。この動きが分かってるからこその出し位置とコントロール、役一体一瞬でも大逆走で大変なことになりますからね。クイーンのみでしっかりコントロールして逆サイド、9時側はアーチャーでサイドカット、回ってきたのを見てスニークゴブリンでクイーンをタウンホールの方へ誘導してホーミングチェックのバルーン、しっかりホーミング、タウンホール起動、インコとかエリね打たずに先にターン打ってくれたのはいいですね。この後左に1回寄ってくれるのでタウンホールポイズンを避けるような動きになりますね。インコ打っていくことで綺麗にタウンホールポイズンを避けて援軍処理をできるような状況。援軍は火力の高い援軍ですが、ここはレイジ1枚で突破していく。さあエアスイーパーギリギリ届いてないですね、なんか吹いてるっぽいけど、吹いてるだけですねこれ、吹いてるだけでした。さあクイーンも当たりますがレイジの余力でこれも突破ができそう。おっとヒーロー、ヒーラーさんが大スライド。さあウォールブレーカーシングルインフェルノ区画へ、これはもともと決めてた動きだと思うんですがヒーラーがそれているので、さあここはクイーン、クロック、トルネで帰ってきたりはしない。さあまあそれはもうそれでディガホグにスイッチしてもまあそこそこ強いですからね、本当はクイヒにスイッチしてる方が今回の場合は強いんですが、ここでトム、
ヒーラーも巻き込むことでヒールを使わずともここで回復できるというところでね、まあ、実質ヒールの呪文1枚追加されたような状況。さあ範囲ダメージかつ効果力のところにフリーズ固めていきつつ、レイジフリーズヒールまであるのでここヒール使っていきましたね。さあ本体ではなく東海兵舎から出てきた方にユニットを使っていって、こっちにレイジ強い。最終区画もロイヤルチャンピオン能力を残した状況で回ってきて、これはレイジ状況のロイヤルチャンピオン、常にレイジがかかるようなレイジの先打ちレイジがうまかったですね。さあブーメラン回収していって、ユニットも残って回収フィニッシュと。強いヒーラーがね、ちょっとクイーンから離れてしまったのが痛かったですが、ナイスリカバリーでしたね。さあお互いに2本ずつ全開を取って星6スタートというような状況。フェットさんスーサイドラバル、ポイズン2枚、ヘイストが来てからの迫撃切りつつ対空、おお、そういうことか、迫撃切りのものからフレームシューターを生かしていくと。スニゴブはそうなるとこの辺のリクワナのチェックだったりテスラのチェックっていうのを兼ねてそうですね。ただ結構時間使ってしまいましたかね。ウィザードの塔にも刺さりつつ投石あたりを狙っていくみたいな、そういうイメージかな。さあどう組み立てるんだこの後。さあアーチャータワーの方に少しそれていってしまいましたが、ウィザード追加。さあフレームシューターを待たなきゃいけないプランなら少し時間がかかりそうですね。さあスケルトン、スケルトンからのヒーロー展開ですが、3ヒーロー使ってきました。さあロイヤルチャンピオンを使いつつレイジをヒーローへ。さあレイジスケルトン乗っていってキング対決を優位を取っていくと。さあオーデン像のタゲを取ってくれるスケルトンがここでなくなったので、ロイヤルチャンピオンご対面ですが、もうしっかりねリクスケ等々処理ができてからの合流、いいタイミング。さあ援軍処理ですけどポイズン2枚あると。クロックは使っていかずスニゴブも刺してましたね。さあインビジブル使ってルイちゃん。さあクイーンはここでクロークでラバ処理。さあクロスはギリギリ残るかどうか。さあその隙にフレームシューター3次が一掃してますね。ポイン2だったのでここでなんとか処理はできて、フレームシューター打ちましたがイエティだったのでどっかに行きました。さあラバルスタート、クロスが残ったのを見てバルーンを追加してヘイストまでかけていきましたが、ラストヘイストですねこれ。さあラストヘイスト乗せていってサイドカット。さあ2体のラバにトームがかかってるのでかなり伸びてきそう。さあストライカーはただ溶けていきます。中心マルチにフリーズ、まだフリーズが2枚あるような状況。レイジを使っていって数少ないバルーンを、真ん中行った数少ないバルーンをダメージ増強。さあラバがやっぱ残ってますね。ストライカー2体あったんですけど出さなかったんですね。逆サイドはイエティたちで結構仕事をしてくれているような状況。さあ大量のバルーン残って回ってきましたが、残り時間との勝負になりそうですね。さあ結構余力はあるんですが、やはり最初のフレームシューターパートで時間を使いすぎてしまいましたかね。余力は十分なんですが時間切れ 95%。 はい、というわけでクラウスですね。さあ3人目にしてようやく防衛が取れました。対してクラウス、スケルトン、インビジブル、コウモリ2枚あるのでインフェルノ2枚狙いそうなんですけど、グランジョーマルチ2本ですかね。さあ難しいところ3施設からの、うん、からの、はい、強い。おっとちょっとキングに釣られましたが大丈夫。これ決まったらもう強すぎるね。マルチ2本とクランジョーが一瞬でいなくなりました。さあバルキリーも追加してクイーン投石処理、あーイクスケ出たんですがバルキリーはそれていく。
だゴーレムを盾にこれはタウンホールまで行きたい流れですね。おっと外周部にかなり端っこの方にトルネード、これ何読みだろう、ポッツなのかな、キングなのかな。さあストライカークイーンの方も少し触ってくれたのでフィニッシュ、ロイヤルチャンピオンも伸びていく。さあゴーレムがその隙にちょっとキングと渡ってたんでね、溶けてしまっていますが、タウンホールまで届けていきたいところ。火力がここからもう一度落ちていきます。さあイーグル固まって、呪文が結構足りないですね、もうめっちゃ使ったな。さあただクイーンしっかりタウンまで届いていって、ラバーストライカーまで出してクイーンもクローク、オイラバストライカーからのトームでしっかりとロイヤルチャンピオン勝利しつつ、これラバ2体ここから行くラバがトームかかってんのいいっすね。さあ罠解除していきつつ投石のタゲを取って、さあ回収ゴブリンも地味ですが外周部ずーっと仕事をしてくれてます。さあ手元にはバルーン5体、さあヘイストもあるのでこれはかなりいい全開になりそうですね。アーチャーとかも対空砲触れるんですが、アーチャータワーにバルーンを差し込みつつ、ウォーデンズを守る、ウォーデンを守っていくインビジブル。さあヘイストで早めて最後集合をかけていくと、さあシングルのタゲはバルーンに移っていって、トッパーラスト対空砲残ってますがこれで回収ですね。強い。最初の作りとヒーローパートがめちゃくちゃ強かったですね。からのラバル圧倒的ガーサス。さあ3人目でね、1本の 95% と 100% と差がつきました。さあクイヒーラバル、田原さんがね SG トリステラのリーダーになっております。ジャンプの入ったクイヒーラバル、まあ、逆サイドバルーンからのスニークゴブリンウィザードでサイドカット用の形ですかね。さあクイーン展開していって、ホーミングチェック用のバルーンからヒーラースタート、ウォールブレーカー入れていって、ジャンプが入ってるんでね、真ん中この辺にダミー区画あたりに飛ばしたいみたいな、そういうイメージですかね。逆サイドはスケルトンがワンサカで、ここでレイジを使っていって、バールキリーまで使ってこれリクスケ用に持ってきてたんですね。おお、さあ逆サイドも同じようにあったんですが、バルキーはもう使ってしまいました。さあアイゴレ中ホールブレーカーをつけていって、キングが相当時間取られてますね。さあロイヤルチャンピオンも追加して、キングフィスト使っていくことでサイドカットを早めていきます。さあウォーデン族に入ってるのでこれはクロック入りますね。巨爆も合わさって突破からのこれは戻したいと思うんですが入らなそう。さあ合流して右に流れていってしまいました。そうなるとこのマルチジャンプ飛ばないと思うので相当右が流れますよ。さあヒーラーの横打ちとの勝負なんですが、ギリギリ避けている。うん、あ反応した。ロイちゃんにスライドしたのでこれはマルチがずっと打たれる展開ですね。さあロイちゃんブーメラン一戦して外周部を回収して行きたいんですが、完全にもうヒーラーが移りきってしまった。さあボマー真ん中に投げていくリカバリーですが、ヒーラーを残せるか、残すことができない。さあクイーンはクロークも使ってしまっているのでこの援軍処理で精一杯ですね。さあレイジ3発ありますがというところ、さあラバルパートスタートしていきます。さあクイーンインビジブルでギリギリの延命を使ってやっていきますが、どうでしょう。フリーズとかがないからね、ここでトーム使っていって、どうだこれはワンチャン。さあ追いバルーンを足していってタウンホール殴りまして、なんとかタウンホールは死守。さあトルネードで残ったバルーンもポイズンダイブを受けていきます。クイーンのねためのサイドカットがね、キングクイーンでアイゴリまで使ってねサイドカットしていく流れだったんですが、そこを結構読んでる形でリクスケ4本によって今回はだいぶ時間をかけられてサイドカットが間に合わずクイーンが流れてしまったっていう、そういう形ですね。
今回はリクスケっていうところがねキーになった防衛かなと思います。まあ、テスラもね合わさっていったので、まあアイゴレ使ってなかったらもっと大事な大事故に、ね、なってたと思うので、アイゴレ採用さすがだったかなと思います。さあクイーン、さあここクイーンウォーカーズ4人目ホッサンですが、61の天才のラバルにドラゴンライダーが1体入ってる形。61だとね透析機は折れないんですが、クロスボウ折れるぐらいの61天才ですね。さあタウントツ明るい、これ援軍釣れるしね。さあ61は6時の方打ってきました。マルチとクロスを追っていってタウンホールを破壊しつつ援軍を釣っていきます。このままそして2時の区画に入れていく流れかな。さあスニーゴブに反応してストライカーが逆走してしまったんですが、バルーンで攻撃を吸わせていきつつクイーン展開。さあこれはアーチャーの方でもスパガゴの攻撃吸えてましたね。さあ効果力の援軍を時間をかけて丁寧に処理することでほぼ無力化させて処理をしていきました。さあ対空を降りつつこのまま上に持ってきたい流れだとは思うんですが、スニーゴブカット上側ですね。おお、オールブリカそこつくんだ。ちょっと早かったですかね。アーチャーとは切れてから投げればって感じだったのかな。ただそうすると、まあ、結構クイーンがね、キングが結構ギリギリのタイミングになるからね。さあただそうなるとマルチインフェルノは触れなくなります。さあロイヤルチャンピオン12時側からの展開。これでも入らないは入らないで結構強そうですね。投石は確実に折れそうですが、テスラ森ここキングがこっち流れてる来なければこんなに伸びないとは思うんで、クイーンまで来た。クイーンもクローク使ってラバルパートも同じようなところから進めてきましたね。さあマルチが残りました。ドラゴンライダーはイーグル砲のケアもしつつ外周部削っていくような形ですね。さあここでトームロイヤルチャンピオンクイーンまで残していくような形、ストライカーでキングをボコボコに殴ってます。さあそのままクイーンを一緒に勝利していってヒーローパートはだいぶ伸ばしましたね。さあラバ2体ここで破裂していって大量の赤幕回収。ラバにねしっかりドームかけることでね最後こういう罠回収をしてくれますからね。さあ呪文もたくさんあるのでヘイストからのフリーズがまだ2発と強い。さあマルチ残ってしまったマルチなんですが完全に無視して最終的に回収していくと、オラバまで割れた。ガーサス圧倒的ですね。強い、これは強いね。さあ SG トリステラ最終アタックはクイヒーにゴーレムの入ったクイラバですね。すごいな、枠数足りるんですね。ゴレとラバが11で入ってバルも20詰めるんだ。こんなに入るんだ。さあウィザード9時からクイーンが展開されてスニゴブカットオールブレーカー、かなりヒーラー角度つけて入れていきます。これどうなんですかね、入んないっすよね。さあウォールブレーカー使って対空砲区画上の方にもウォールブレーカーつけてますね。シングルインフェルノの区画には入れないということですね。突撃艦でシングルを見ていくと。なるほど。さあクイーン当たりつつ、これ突撃艦をシングル相手に投げて、この真ん中のツールを歩かせたいってことかな。さあクイーンがぐるっと戻ってきて、ゴーレムを盾にキングたちが、ここスケルトンまで使って、ストライカーからのロイヤルチャンピオン。さあ団体火力のところにね、ゴーレムを刺していった流れだと思うんですけど、なんか対地クロス、ゴーレムじゃなくて、キング殴ってるよね、ずっと。さあフィスト強いな、まるで陸王殿使ったかのような使い方なんですけど、大量の陸スケルトン。さあゴーレム使ったんで、ただ罠があってもある程度は伸びてる。しっかりとイーグル4まで降り切れましたね。ただこちらは殴り始めている。なるほど、ラバルパート上からスタート、おそらく真ん中通して下からラバルっていうイメージだったと思うんですけど、今回はクイーンがむしろこっちの方が強い説まであるな。ただどうなんだろうな、突撃艦投げたところに入っちゃいましたが、ターンホールが取れると。さあストライカーレイジに乗せて
届かせていきつつマルチ叩く方を切ってフリーズ前。ただ呪文が結構ありますね。どうだ、インビジブルか。うん、グロック。さあ防衛ロイちゃんが残ってる。さあバルーンはこれで対空砲も発動していって折り切れましたね。さあ呪文いちいち残ってるんですがどうでしょうか。ウォーデンと残り施設。さあガーゴイルがちょうど焼けてしまいました。どうでしょう。さあ対空砲がバルーンにダメージを与えていって、でヒーラーの方も一気に落としていきますね。赤爆ヒットクイーンがギリギリ延命をされていってホーミングもさらに。さあこのアーチャータワー、あーボーデン、ボーデンが強い。クイヒーの方もギリギリのヒーラーの HP ギリギリなんですけど、防衛施設からね上げられる数が少なかったので押し切っていっての全開とバーサスは。さあラストアタック終わっていきまして、この対戦自体のラストアタックになります。さあスーパードラゴンですね。まずはガゴカットからまあ投げていってどういう感じかというのをチェックしていったら、ホーミング2個据えつつおいで投げていきます。迫撃とかにもダメージを与えつつ、ガゴでまずはサイドカットをしていきますね。逆サイド9時の方を対空砲を折るような狙いで投げていって、3ホールを折るためのサイドカットスーパードラゴンからの若干ね左側にスーパードラゴン寄せ目に出してボマートームと。さあ対空砲もしっかり綺麗に切れて、中の投石がねクイーンではなくドラゴンで取れるようなタイミング、ターンホールにもかかるようなレイジからのフリーズで重心を進めていきます。さあ第1クロスがクイーンに入らないようにキングでタゲ取っていって外周部進め、ターンホールの方はもう呪文打つ必要がないので放置。あのスーパードラゴンはまあ余力で頑張れって感じですね。ここレイジしっかり乗っけてるのでマルチ IT の方もレイジ状態で進めていきつつ、さあ最終区画フリーズ打ってもよかったんですけど、まあロイヤルチャンピオンのために残しといていいかなという判断で残しました。スーパードラゴン自体がね結構落ちてしまってもまあしょうがないか、ヒーローがね3ヒーロー残ってて能力付きですからね。ウォーデンからね打たれてしまったのがちょっと痛かったですね。ロイちゃんちょっと裏側のねクロスとかを視野に入れて投げていったんですけど、結構な量のイクスケに捕まったのでここはストライカーポイズン処理。ここでイーグルにフリーズと。どうなんだろうな、裏からシングル投げてもよかったんだけど、結局合流で動かした方が強いと思ってるんで、ロイヤルチャンピオンもねヒーローにごちゃ混ぜさせてあげつつ入れていって、スケルトン1個積むかどうかで結局結構悩んだんだけど、そっちもそっちで正解だったみたいですね。さあフリーズ3発残ってフィニッシュと。さあブーメラン打っていくことでもう大砲がねガゴに殴られているのでブーメラン圏内。さあクイーンクロック使ってフィニッシュガーサスと。これでパーフェクトゲームですね。はい、というわけでねこれで15対13というわけで、ステファニーカップ一応ラウンドのグループリーグの決勝戦進出という形になっていきました。まあ、予選突破はねやっぱ大事なことですし、まあ僕たちのねスポンサーの開いている大会でもあるのと、まあ、大会の規模もかなり大きいのでね、かなり勝ち進んでいきたい大会の一つなので頑張っていきたいなと思います。まあ、特にねやっぱりこういう強いところでの日本戦っていうのも結構増えてきて、まあ、いろんなところでね日本クランが活躍してるのを見るとね嬉しいですよね。クイーンウォーカーズがね日本クランと対戦するってなると結構注目もね出るわけなんですけど、簡単には負けないし、まあ、全勝でやっていきたいところでございますね。はい、というわけで今日はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録お願いします。次の動画でお会いしましょう。さよなら。